ここでは、コンパニフランシェドラマリンとトゥループドラマリンを中心とした、かつてのフランス領カナダの防衛軍について述べる。フランス植民地の防衛軍が初めて作られたのは1622年のことでリシュリュー枢機卿の命令によるものである。1682年、ヌーベルフランス総督に就任した、ジョゼフ・アントワールル・フェブルドラバールは、色濃い族や、他の仮想敵から攻撃を受けた。 サイの防衛軍がないのに気づき、フランス本国から部隊を派遣してもらうよう正式に要請した。1683年、海外へ向けたフランス海軍の軍艦に乗り込むためのトゥループドラマリンがまず作られ、フランスの海軍本部から3部隊からなる最初の防衛軍がヌーベルフランスに派遣されてきた。彼らの主な任務は入植者の安全を守ることと、 毛皮貿易での混乱を未然に防止することだった。翌年にはフランス軍の正規部隊から独立した軍が派遣された。その後、カナダの軍は二つに分かれ、一つは陸軍的な活動、一つは海上貿易を守るための組織となっていった。これらの部隊は年とともに力を増し、1689年から1750年の間、 カナダの駐屯部隊は28個の中隊と植民地兵であるコンパニーフランシェドラ・マリントで構成された。入植地には民兵もいたため、1757年までには65人編成の40部隊がヌーベス・フランスの様々な入植地に分散して任務に就いた。1750年代半ばには別に24隊ほどが主にルイブール要塞やイルロワイヤル、 他に36体がルイジアナで任務につき、それ以前に2、3の体がニューファンドランドのプラセンシア、そしてアカデアに派遣されていた。コンパニーフランシェドラ・マリンの旗時が立つにつれて、カナダ生まれの士官が徐々に増えていった。彼らは貴族であった。当時、兵士から士官層への昇進は存在せず、個々の階級にも年俸の差があった。カナダ生まれの若者は、 士官候補生に任命されたり、あるいは総督を介して任官されたり、士官への就任を許可されたりした。貴族や現役の士官の子息は、優先的に士官の地位を得られるのが普通だった。任務に就く士官候補生の少年や青年は、将来の士官となるために鍛錬された。士官たちは、より多くの食料と宝給を手に入れるために、時にはわずか5歳の少年を入隊させ、 士官たちの仲間入りをさせた。1717 17年、14歳以下の少年の入隊は認められなくなったが、このシステムの指摘利用は続いた。兵士たちは戦闘で鍛えられ、熟練したブッシュファイターとなっていった。ルイブールでは、キャノニエ・ボンバルディエ部隊が1743年に創設された。それぞれの部隊からルイブール中屯隊に兵が選抜され、 大砲の点火と砲撃を主に砲術がリり陸層から鍛えられた。この特別な鍛錬と任務の結果、砲撃手は一月の砲球に6リーブルが上乗せされた。これは彼らが他の兵のように取り出などの建設に関われなかったことへの代償であり、いい射撃術への褒美金であった。ルイブール砲術隊は13人の砲撃手、12人の爆撃手、 一人の古種と二人の古長、二人の軍曹から成り立っていて、指揮官は大尉と中尉であった。トゥループドラマリン、右側は古種防衛軍の構成は様々で、組織の規範が制定されたのは1757年になってからだった。それぞれの部隊は部隊長に引きられ、部隊長の名前が部隊名となった。規範制定後は、部隊長の他にもう一人の士官と、 下級士官とが隊に入り、また上官代理や将尉、二人の軍曹に三人の伍長、そして二人の古種、それから将来の士官となるべきカデットが二人配置された。コンパニは、もともとはフランス本国で16歳以上で身長が5フィート5インチ以上の男性から招集されたが、1687年以後はヌーベルフランスの入植者から選ばれた。しかしながら、 コンパニーは軍隊として完璧とは言い難い面もあり、入植地のコンパニーの指導者は本国の指導に不満げであった。1757年に当時の総督、ボードルイユは、ヌーベルフランスの軍は250人不足していると不満を漏らしている。また、人数が不足しているにもかかわらず、入植地の主だった町や入植地経済にとって、 大事なケガー公益の公益所の警備のために、あちこちに兵士を派遣していたりもした。コンパニーのこの職務には、パン、ベーコン、乾燥豆といった軍用食が配給され、軍服は1年おきに交換された。兵士たちの軍服は、1750年までは、灰色がかった白の街灯、三角帽子、バックルのついた革靴と白のスパッツ、 直気のついた青の衣服と靴下、そして膝丈のズボンだった。また、苔井戸やボタンで飾られた黒の三角帽子をかぶった。戦場で動きやすさを求められるため、街灯の裾はめくり上げられるようになっていた。五丁の街灯のカフスには、黄色のウールレースで階級賞が入り、士官は兵士よりもいい生地の制服を着て、ボタンは金メッキ、帽子にも、 金のレースで縁取りをつけた。古種は青の街灯に、真鍮のボタン、カフスと裏地が赤、ズボンと靴下も赤だった。これらの軍服はすべてフランスで調達され、カナダに送られた。兵士はそれぞれの薬莢に弾薬を入れ、マスケット銃と共に持ち歩いた。その時々によって、マスケット銃ではなく、ヒナー銃やライフルを持つ場合もあった。彼らのマスケットは、 イギリス軍兵士のものよりも軽めにできていた。冬はフード付き外モカシン手袋、そして漢字機といった寒冷な気候に対応した装備となった。戦時を除けば軍以外の職で収入を補うことも可能で、認知で農作業をしたり、要塞や道を作るのを手伝ったりした。フレンチ・インディアン戦争が勃発すると、コンパにはフランス軍が来た。 アメリカで勝利を得る上で重要な存在となった。入植地での軍事経験や、フランス系カナダ人の民兵、及び先住民との戦時同盟によって磨かれた、ゲリラ戦の技術が戦争で発揮された。イギリスの入植地への奇襲に加え、この戦争の初期に、オハイオの要塞を先頭に立って奪い返し、イギリスの軍に干渉するという成果も挙げた。1755年までに、 本国から正規の不評連隊がヌーベルフランス防衛のために派遣され、コンパニは彼らの編成に組み込まれて、ルイブール要塞やケベック、モントリオールをイギリス軍から守るために共同で戦線での任務に就いた。しかし、フランスの敗戦と北、アメリカでの入植地の消滅により、常設軍もまた姿を消した。その後の1760年の征服で、 フランスに帰る者がいる一方で、カナダに根を下ろす者もいた。ルイブール要塞の兵士1992年、カナダ海軍の予備役により、コンパニーの再演が実現され、当時の服装で、銃や軍の演習の実演が行われた。この実演は、国民が軍の歴史をもっと学べるように、そして海軍との交流も果たせるように、という家族向けのイベントとして周知された。 カナダ国定史跡であるルイブール要塞の案内スタッフの中で軍の部隊は1744年のルイブール包囲、当時のコンパニーの紛争をしている。この要塞が解放されている時期はマスケット銃の実演や軍隊の更新、そして再建された18世紀の街並みの至るところに立つ警備の兵士を目にすることができる。ありがとうございます。